さあそれでは準々決勝岩倉高校と修徳高校の一戦ハイライトで振り返りたいと思います。先攻は修徳高校、先発ピッチャーは大野です。初回先頭バッター染田がいきなりセンターへのヒットを放っていきます。まあ、立ち上がりノーアウトランナー一塁、まあ、その後送りバント、盗塁の後送りバントがあって、この3番八木のスクイズ、いやいきなり手堅く取ってきましたね、はい、驚きましたね、はいはい、まずは初回修徳高校は1点を先制します。さあその裏マウンド上宮坂です。岩倉高校、今度は岩倉高校初回この川上よくねセカンドも取ったんですが内野安打で出塁をします。そしてこの後送りバント内野ゴロの間にランナー3塁に進んでバッター大野、この当たり逆方向逆らず、はい、いいバッティングでしたね。素晴らしいバッティングでした。自らのバットで大野が同点に追いつくタイムリーを放っていきます。さあ続いて4回です。修徳高校1塁2塁チャンスを作ります。この斉藤潤の当たり、この大きな当たりがレフト小林、ここもよく取りましたね、はい、素晴らしいプレーですね、はいはい、さあこれがこの裏の攻撃につながっていきます。ランナー2塁3塁となってこの初球です。これがねちょっとパスボール変化球、はい、この間に3塁ランナーがホームに帰ってきて1点を勝ち越します。さあなおもチャンスだったんですがここは一ノ関踏ん張ります。ショートゴロ、これで1点に抑えます。さあそして5回からはこの篠崎がマウンドに上がりました。修徳高校、そしてこの2塁3塁のチャンスだったんですがここはショートゴロ、ここは篠崎が抑えます。さあそしてこの後岩倉高校はこのねちょっと風に悩む押し戻されたというのもありましたがヒットでまずは失礼しました、ね、はい、そしてこの後ツーアウトになったんですがセカンド、いやこれが記録はねエラーになるんですが、はい、まあ早い当たりではありましたよね。そうですね、うん、これでしっかり叩いてましたからね、はいはい、これで1点追加2点差になります、はい、さあさらにランナー7回です。ランナーここですね、激走、大野激走するんですがここはレフトのキャプテンの村山が見事な返球でタッチアウト、はい、チャンスの目を潰します。これどうなるかなと思ったんですけど、ね、そうですね、はい、ただ8回です。8回の裏岩倉高校満塁とチャンスを掴んでこの当たり、この当たりがセンターに落ちてタイムリーとなってこれで4対1となります。なおも満塁とチャンスは続いていきます。そして島崎の当たり、この当たりがレフト飛びついたんですが及ばず、走者一掃のタイムリースリーベース、いやこれで7対1とね、はい、リードが広がるんですね。もう見事なバッティング集中打です。そして7対1となってランナー3塁からこの大野が最後このセンターの頭上を越えるタイムリー、これで8対1ホールドゲームということになりました。いやここ最後もやはり大野が決めましたね、はい、素晴らしいバッティングでしたね、はい、まあ、先制タイムリー、そして最後締めのタイムリーも大野でした、はい、これで、まあ、8対1なんと8回コールド、やこの後の、ね、篠崎と、まあ、大野の抱き合い、まあ、お互いエースナンバー1番を背負って、はい、まあ、あとは、まあ、お前たち頑張れよというエールだったでしょうね、まあ、おそらく自分の夢を託したというようなことだと思いますね、はい、さあこれで岩倉高校ベスト4進出ですが、この後の展望としては岩倉高校どうですか。そうですね、やはり今日拝見させていただいてしっかりと先ほど言ったんですが持ち味出してますよね、うん、ですからこのような形で、こう岸の宮坂君中心にという形でいければいいんじゃないかなと思います、はい、まあ、次の対戦は文京高校と共栄学園の勝者と28日にぶつかるというところですから、はいはいはい、まあ、このあたりどちらが勝ち上がってもというところですが、そうですね、まあ、ただノーシードでね、岩倉高校も勝ち上がってきました、はい、さて神宮球場からお届けしています夏の高校野球東東京大会、この番組はジェイコブ、ケーブルテレビ品川、東京ベイネットワーク、東京ケーブルネットワーク、イツコミュニケーションズ、多摩ケーブルネットワーク、多摩テレビの共同制作でお送りします。なおご覧の皆様には本日の中継試合を振り返る高校野球ダイジェストを
本日21時から一部のエリアを除いてご覧のチャンネルでお送りしていきます。ぜひ、ね、そちらの方もお楽しみいただきたいと思います。この後は東東京大会、この試合の第2試合、東亜学園と日大豊山の一戦がこの後も、ね、行われます。熱戦が繰り広げられていきますので、このあたりもぜひ注目していただきたいと思います。さあ、この試合解説には東京都高野連副理事長の千葉智久さんをお迎えしてまいりました。千葉さん、ここまでどうもありがとうございました。ありがとうございました。いや、この後もね、ますます熱戦が続いていきますので、ぜひ皆様もお楽しみにしていただきたいと思います。この後ね、少し水分など休憩をとって、次の試合もぜひ楽しみにしていただきたいと思います。実況は田中義典でお伝えしてまいりました。それではこの時間一旦締めさせていただきます。この後もぜひお楽しみに。シャーナ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 ータクトホーム、シャーナ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 ータクトホーム、シャーナ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 ータクトホーム。家だけじゃない、その先の暮らしまで作りたいから。シャーナ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 ータクトホーム、シャーナ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 ータクトホーム。いい街並みからいい家を作る、バーイタクトホーム。この番組はタクトホーム、関電工、アイダ設計、Kダッシュセカンドの提供でお送りしました。